今日は高いものも安いものも周辺で辺で出せれば全部一緒なんじゃないのかな。ここですよろしくお願いします。はい、ジュース君。ダン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 。もうジュース君のこのシリーズ本当に信用できなくなって全体的にこれの瞬間出てきたらもう思うよね。うん、思うよね。うん、もうこれか。まあ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 の気持ちで見ればいいんだなって思う。うまいけど、もうこれキモい髪型してるな。そうだね、うん、キモい、キモくない。変な髪型ってでも書かれてたよこれ、うん、このページにも、うん、そうそう。でも変な髪型いいね。変な髪型したい。あの変な髪型したい。鼻つまむとさ、味しないんでしょ。あ、だからかな。でもさ、私すごい鼻悪いの。あ、そうじゃん。いつもわかんない。いや、うん、大体わかんないね。確かにあんまり味音痴。異常に反応するやつか。今回の旅こちら、はい、異常を見つける旅。異常を見つけたらそれに敏感に反応していくというそういう旅でございます。わかりました、はい、もうさ気持ちがモザイク状に切られてるよ。切られてるね。いや、なんか張り切ってる感じがする。すごい見つけるよね。あるもんね、こうやってね。あるね。異常だ、異常だね。普段何気なく撮ったら気づかないでしょ、こういう異常に、はい、なんかキリッとしてるな、うん、怒られた、ちょっと、うん、ほら、タイヤがもう異常に並べられた、ね。あるの。いや、これ奇跡だよ。これすごい。非常に喫煙をした後もこんなないよね。ありそうじゃない。これは異常だな。あと、非常に掃除をした後もこれは。いや、ダメだ。やっぱ笑ってしまう。ただ笑うだけになっちゃう。ここは怖いよ。そうですね。ちょっと。怖い。毒リンゴ太郎。毒リンゴ太郎。ある日。おばあさんが川で洗濯をしていると川上から毒リンゴが流れてきました。割ってみると中から魔法使いの格好をして毒リンゴを持った女性が出てきました。私はある国の王妃です。白雪姫に毒リンゴを食べさせたいのですが、彼女はどこにいますか。おじいさんとおばあさんは白雪姫の居場所を知りませんでした。王子はがっかりして犬、これいいよね、猿、キジを連れて鬼退治に行くことにしました。いい、ね、鬼ヶ島に着き、王妃は鬼に毒リンゴを食べさせました。シャクシャクシャク、うまいな。毒リンゴは鬼に効きませんでした。世の中には思い通りにならないことがたくさんあることを知り、王妃は人生を一貫しましたと。目開いちゃったんだな、第三の目が。このシリーズ出たよ。怖い、うん、声が気になるやつね。この回はさ、また特にちょっと怖かった気がする。人生が仕事のようにな なんかよくわからない展開出たいな。そうだ、バンドコムセン、バンドコムセン、黄色い黄色い黄色いよ。大丈夫かな、藤原くん。この展開も本当ね。どうしたんだその体。ちょっと筋肉つけようと思ってこれを読んだんだ。ちょっと読ませてくれよ。僕も鍛えようかな。この後の展開とかも、あ、ここからの感じとかも全然わかんない。ようやく目覚めたか勇者よ。ここは一体、ここは斧と魔法の世界だ。剣と魔法じゃなくてか。ざわざわ。僕の人生ってビジネスマナー講座、ね、そうだ。今回はいろいろな場所での髪型講座をご説明します。うん、まず石野伝さん、営業の人だからね。うん、そうね、うん、丸山さん。やっぱ営業の人違うよね。あっこね、そうシュッとしてるよ ね、会社のビジネスの話だからね。安藤さん、下田って感じだよね。次に運行は横山さん、うん、横山さん、そりゃトップだよね、うん、トップだよね、そりゃもうボスだよね、うん、そりゃ上だよ。これ黄色いよね、ジャケットが。ジャケットってないか、ね、ブルゾンっつうのこれ。だってこれ別にね、これ着て着てって言ってないのよね。そうだよね、普通だもんな。かっこいい、決まってるね。もう迷わない。簡単に優勝。あ、これ迷うやつだ、うんうん、迷いますね。これちょっと最後泣きそうになったけど、なぜ音楽ずるいよね、いつも。
ごい通ったもんね。これね、そうだよね、あの朝食会議の時だよね、朝食会議面白かったね、あれね、うん、なんかあれが面白かったよね。あれ面白かったね。お腹いっぱい食べた、うん、いい迷いですねとか褒めてくれるのが起きてるね。いい迷いって何だろう。そんなことを褒められることない。そうそう、まあ、安藤さんすごいすごい乗ってたよね。乗ってた乗ってた。最後上着脱いだところでさ、もういいって言われて、もう撮ってなかった、うん、頑張ったこの後ね。いい迷い場所だね、うん、あ、向かないシリーズすごい雪だね。ねえ、そうだね、すごい雪の日だね。これで終わりなんですか。無邪気ですか。無邪気だ。これ最初のね、藤原がすごいね、反射神経カレー。出しますので、正解ではなく邪気のない方が勝ち。問題出しますよ。すごい見物だよ。美味しいものを売っているのにカレー。なかなかのものだよね、この先発力。だって安藤さんがさ、そうだよね、カレー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 、思いついたらすぐだよ、ね、そう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 、悔しがって犬犬犬犬みたいなね。もう安藤さんがもう乾杯だもんね。邪気ないね。最初は1本なんですが、食べるときに2本になるものなーに。ウインナー、パンパンパン、パン、何がパンだよ、ちぎれて。パンはなんか食べ物で美味しそうなものを考えたらパンしか出てない。ミルクを逆さまにしたら美味しい木の実になったよ。さてなんだ。パンダ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 、ミルク飲んでると可愛い。こだわれてびしゃ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 にある。あ、こぼすからね、びしゃびしゃ。疲れていてもいつも楽ちんだという動物はなんだ。本当、この謎謎が簡単すぎてさ、もうその謎謎が本当に答えに結構頭いっぱいになっちゃう。小学校の時の友達、足が速かったから。ささ白黒パン、ささでできた白黒のパン、ささでできた白黒のパン、頭が悪くなりそうだ。頭が運転にブラブラしながらって、それもね、無邪気ですね。やってない。あ、カオスシリーズ、このシリーズね、この映像すごい綺麗じゃない。そうね、無駄にね。怖いよー。やだ。ゴリラの登場ですよね。そうだよね。ヒントが高いね。脚本流行っていそうなんで、何の脚本なのか想像してみたんですが、そういうカオスです。そうだね。はぁ、シャツがピンクだよね。結構ね、おしゃれた。あ、今日はフリー素材を使ってビジネスマナーを勉強していきましょう。フリー素材見ると結構笑っちゃう。自動的に笑っちゃう感じ。名刺交換。そうだね。名刺は両手に持って丁寧に相手に差し出すのが基本です。あ、中丸と申します。よろしくお願いします。あ、こちらこそ。よろしくお願いします。演技がね。あ、はい、こちらこそ。藤原君とも違うもんね、これ。あ、そうだよね。ね、声がね。丁寧なのはいいですが、名刺をいつまでも握りしめていては相手が受け取れませんよ。うん、ね、社会人とってハキハキとした挨拶や返事というのも重要です。テレビとかでワールドビジネスライトみたいな。はーいはーいはーい。怖い怖い。ちょっとこの書類コピーしてくれないかな。はーいはーいはーい。よーし、コピー取るぞ取るぞ。言ってるよね、言ってるよね。元気いっぱいな返事はいいですが、ここまで来るとただのバカです。あ、もうこれほんとさ、また始まった。そう、あ、これはね、あれか、ジャグリングの方だ、うん、でもさ、これいらないじゃんね。はい、今回の宮城チャレンジはちょっとだけ、うん、ね、あの猫のやつね、あ、何なんだろうね、マトリョシカでもないしね、うん、積み木、何、何なの、大きいだよね、うん、同じ大きさだもんね。うん、あれこれボーリング用なのか、ボールが浮いてる、浮いてる、おおー、すっげー、これちょっと上手くなってんのかな、やっぱり。うん、どうなんだろう、なんかもうずっと見てるから。はい、でもずっとこんな感じで。そうだよね。えい、よし、ゴロ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 投げちゃうもんね、これ。
大切だもんね。全部倒れてないし、ね、そうなんだよいやそうなんだよもう、ね、3匹残ったにゃー、ね、もう、ね、惜しい。ダメだダメだ、もっと練習しないと、うん、なんかこう自分に自分でチンプレーゴープレーみたいなことになってるよね。美味しいですね。あ、これこれ。こっちはどうでしょうかね。あ、うん、このベスト、うん、このベストね。そうだね。あ、こっちもうまいですな。どっちですかね。あの人がいつも紅茶を飲むんだよね。こっちもうまいですね。なんかそうなんだろうね。なんかそういうイメージもあるよね。あ、どっちも同じもんだから同じぐらい美味しいですか。お、おっとおっ、木目でも見ましょうかね。木目で。これいい木目があったよね。これ家にあったのかな。なんだろうね。なんだろうね。なんなのこれ。箱？こうなってる木目のいい。ここまでの木目のね。のねこんなものないよね。何これ額？木目木か。こんな木目あ。あ、そうだっけ？何の？生地で使った？あの時の。立て松ろ。あ、作ってたんだ。立て松ろっと。でもいい木目だよ。このなんか神々しさ。でもかっこいい音楽だね。向かずに当たらなかったら僕の勝ちですよね。ちょっとだけやるといい。向かない。向くんじゃね。あ、でも気持ちあったかいですね。運動でね。アンドさんの勝ち。いや、寒そうだ。ありがとうございます。